この時間は茨城新聞茨城放送リポートをお送りします。まずはじめに日立市からのリポートです。日立市東多賀町の鋼材加工の相鉄が今月24日創業50周年の記念式典を開きました。相鉄は数千種類の製品を1個ずつ作る多品種少量生産と断納期が強みの企業です。式典では100年企業を目指して相鉄50周年宣言が発表されました。社員の能力最大化に向け主に情報整備、環境整備、業界改革の3項目に取り組みます。各工場の名称をスタジアムに変更し、ロッカールームはヨーロッパサッカーチームをモデルに整備しました。リニューアルしたことによって、若い人が受け入れやすく働きやすい職場になったなと思います。先輩たちが築いてきていただいた50年で今の相鉄があって、これからの50年というのは僕たちが作っていかなきゃいけないので、新しい社長になって会社が変わっていって僕たちも変わり続けて、お客様のニーズも絶えず変わり続けているので、それに応えられるように変化を止めない会社になっていきたいなって思ってます。第7スタジアムで開かれた式典には取引企業などからおよそ70人が出席しました。僕自身このブルーカラーの作業服を着てここにいる38名の仲間とともに体を動かし汗を流して仕事をすることに誇りと喜びを感じています。頭だけを動かしている人が世の中を動かしていていいはずがありません。肉体の疲れを知るブルーカラーこそがこの社会を作り支えてきたはずです。もちろんこれから先いいことばかりはありません。うまくいかないこともたくさんある。しかし打ちのめされてもその度ごとに立ち上がる。今日のこの日を新たなスタートとして、これから何回倒れても必ず倒れた回数よりも1回多く立ち上がる。そのことを今日この会場にいる皆様にチーム相鉄としてお約束いたします。優秀な社員を表彰する相鉄アワードが設立され、受賞者2人に 3D フィギュアのトロフィーが贈られました。自分は太陽社長のその50周年を迎えるにあたってのその思い入れからちょっと聞かせていただいてもんですから、やはり社長、会長さん、前の会長さんが築いた会社を自分でまたさらに飛躍させて、これ長く継続させるために続かせる会社にしていくっていう考えがあったので、この赤いロッカールームも皆さんの考え方を伝える会議室とも使うって話を聞いているので、やはり皆さんの考えっていうのが一番自分は心に響きました。できれば自分の会社もしてみたいなっていう考えになりました。アスリート化とスタジアム化が実行され、その結果が積み上がっていくことでものづくりの一翼を担っている弊社の活動っていうのがより深く強いものになる。そしてこの弊社の取り組みというのがさらにネットワークとして他県に広がっていくような、そういう動きを取りたいというふうに思っています。新設した第7スタジアムでも8月下旬には鋼材の曲げ加工の業務が本格的に始まります。続いてひたちなか市からのリポートです。最先端技術に触れ子どもたちに科学へ興味を持ってもらうイベント、リアルラボが30日ひたちなか市で開かれました。イベントはひたちなか市市毛のひたちハイテクノロジーズ中地区で開かれ、小学4年から中学2年の児童生徒と保護者合わせて20人が参加しました。イベントは日立ハイテクノロジーズ社の電子顕微鏡を使いミクロの世界を体感しました。今回のリアルラボでは参加者が岩塩や卵の殻、発泡スチロールなどを持参し、最大およそ3万倍の倍率を誇る
電子顕微鏡で観察しました。そうそうそう、手の赤とか手の汗とかついちゃうと汚れちゃうので、できれば見たいところは手でベタベタ触らない。一度に見れるように置くんだよ。だからこんな小さいの、うん、これも見てみたいのかな。じゃあ一応こうつけてみよう。科学技術振興機構が運営する東京の日本科学未来館が、子どもたちに学びの場を提供しようと、日本科学未来館の会員の子ども向けに年会10回ほど企業や大学、研究機関などを会場に開催しています。きれいにこう映っていくから、少しねよく印をつけて、なんか違い分かるといいけど、そう、紙ってこういう繊維でできてるから、これ本当に食べる海苔？海苔初めて見た。美味しかったもん。美味しかった。観察前に描いた想像図と比べるなど、目に見えない千分の1ミリの大きさのミクロの世界を体感しました。食べる海苔。あ、食べる海苔？おお。ね。電子顕微鏡の凄さとか。いい予想ですよね。あとは。実際見てみて、なんかすごい不思議に思ったことがたくさんあった。のり見たら意外に表面がツルツルしてて、なんかいろいろ役立つのかなって。なんか電子顕微鏡は小さいものまで見えちゃうからすごいなって思いました。いろいろ勉強して、あのそういう時は倍率を下げなくちゃいけないから、科学者ほどじゃないけど、あのいろいろなことを考え、あの難しいことを考えてみた。とてもその好奇心が、まあ、旺盛ですから、やっぱり何に興味を持つかわからないので、まあ、いろんな材料を提供してあげる。周りの子どもたちもやっぱり、あの言葉はあれですけど、やっぱり賢いというか、あの場の雰囲気もとてもいいので、あのそういう意味では非常に満足しています。最後に水戸市からのリポートです。茨城総文2014の吹奏楽部門は30日、31日の2日間、水戸市千波町の県民文化センターで開かれました。吹奏楽部門には全国からえりすぐりの42団体、3000人の吹奏楽部員たちが地元の魅力を盛り込んだ楽曲や独自の衣装、振り付けなどでコンクールとは一味違う演奏を披露しました。ここ茨城の地から人生の生きる喜びであるでしょう音楽というものを通して全国に発信してほしいと願っております。全国の各都道府県の演奏を聞くことができ、僕は本当に嬉しく思っています。現在トップの登場は大成女子校でした。部活のモットーである心から心へという言葉を目標に、私たちの心からお客様の心へ音楽が届けられるように精一杯頑張りました。音楽大好き。各学校とも工夫を凝らした演奏で、幅広いジャンルと郷土色豊かなパフォーマンスが会場を魅了しました。県高校選抜吹奏楽団には県内29校78人が参加しました。選抜バンドっていうことで普段と違うメンバーでの演奏だったんですけど、やっぱり普段と違う環境なのでいろいろそのメンバーから学ぶことがいっぱいあって、とても私自身成長できたかなって実感していて、良い経験になったと思います。これはあのここで学んだことをですね、各団体、まあ、各校でですね、十分に活かしてもらえればいいかなと思います。音楽的なその表現、どんなふうにすればのより効果的な表現できるんだろうか、それから自分の思いっていうのはどのようにして伝えることができるんだろうか、そういったことをこう今回みんな学び合えたんじゃないかなと思うので、まあ、全てが教えられたってことではないんですけれども、その少しでもね、生徒たちが各学校に戻って勉強を続けていくヒントになればいいかなと思っています。音楽
ごいなんか自分たちとは本当に違くて、本当にもうなんか同じ高校生じゃないみたいでした。全国からいろんな高校生が集まっていろんな発表が見れてすごくいい経験になりました。どこの高校も中学もなんかやっぱり吹奏楽とかに力を入れてる学校が結構多いですよね。これでいい演奏を聴かせていただいてとても感激しております。イントロクイズなど交流会も開かれました。以上、茨城新聞リポートをお届けしました。続いて IBS 茨城放送リポートを3本続けてどうぞ。今日は鹿嶋市の尾立海水浴場にやってきたペン。いや、ここは海開きもしていてたくさんの人で賑わっているペン。ちょっと階段を降りてみるペン。よいしょ、よいしょ。あれ、なんかこの階段に水色とかピンクとか白とかいろんな色のなんか色がついてるペンね。なんだペン、不思議だペン。にしても今日暑くて結構日が照ってきて疲れたペン。あー、よいしょ、階段に座っちゃったペン。あー、涼しいな。あ、もうほんと疲れちゃったな。本当に今日マンタに会えるのかな。こんにちは、すみません、このサンドアートコンテストよかったら投票してくれませんか。ん、素敵なお兄さんが声をかけてくれたね。こんにちは。こんにちは。サンドアートコンテストっていうパネルを持ってきてくれたペンね。これ番号が振ってあるペン、なんだペン。はい、これはですね、お客さんがここの尾立海水浴場の海で作ってくれたサンドアートなんですけど、これにみんなで投票してグランプリを今決めてるんですよ。おー、確かにすごい。これは太陽で、これは亀。そう、みんなうまくできてると思いませんか。僕も作ったんですけどね、ちょっと失敗しちゃったこれ人も混ざってるけどいいペンそう、結構何でも OK ということで、これからもいろいろな作品が出てくると思います。はい、あ、それにしてもお兄さん黄色の T シャツに赤のパンツで、はい、あ、サーフパトロールって書いてあるペンね。そうなんです。お兄さんは誰ペン。僕はここの尾立海水浴場の監視をしているライフガードです、はい、ライフガードさんだったんだ。こんにちは、はい、こんにちは。お兄さんのこともっと知りたいペン。あ、本当に。じゃあぜひあそこにちょっと僕の自己紹介のカードがあるんだけど、よかったら行く。行く行く、はい、じゃあよかった、はい、はーい、バーイあ、確かに監視塔の下にまた看板があるペンね。これみんなの写真が書いてあるペン、オリツガードメンバー。そう、これ今日ここのオリツ海水浴場で監視活動をしているライフセーバーたちの写真と自己紹介が載ってる看板なんだよ。わ、はい、春坊って書いてあるペンね。そうです、奥春坊って言います。春坊って呼んでね、はい、春坊。そっか、やっぱりこうやってさっきのサンドアートコンテストのお話みたいにいろんな人たちに声をかけたりっていうのも積極的にやっているんですか。そう、監視員ってどうしてもすごく怖いイメージというか、お話ししようかなって思うとちょっと怖がられちゃうこともあるんだけど、僕たちは、お客さんたちとも近い存在で仲良くなりたいなっていつも思っているので、こういった看板とかあとはこういったサンドアートコンテストでお客さんといっぱい話したいなと思っています。はい、確かに。そしてあれ、そう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 、はい、春坊春坊春坊、この階段にいろんな色がついていたんだけども、あれはなんだっけ。そう、僕たちライフガードがいろんな企画をして、週末とかは特にみんなでイベントをやっているんだけど、あれは石段お絵かきって言って、この尾立海水浴場の特徴でもある石段にみんなでお絵かきをして海水浴場を華やかにしようっていうイベントなんだよ、はい、いつやっているペン。そう、週末は毎週末やっていて、8月でお客さんが多い時は平日もやっているので、うん、お昼休みを取って、ちょっと暇だなっていう子どもたちに向けてやっています、はい、楽しい。そしてこんな話してたけど春坊
藤井ペンギンはマンタを探しに来たって。あ、そうだった。そう、マンタ探しに来たんだよね。うん、そうか。でも実はさっき一周海の中して遊んで遊んでじゃない。練習しながら探してきたんだけど、やっぱりこの海水浴場にもマンタいないみたいなんだ。ごめんね。わかったべ。でも次は県内あと一つ、一番北の北茨城に海水浴場。そう、まだ行ってないんだよね。そう、一番北の北茨城の海水浴場、そこにも元気なライフセーバーもいっぱいいると思うので、ぜひ一緒にマンタ探してくれると思うよ。はい、ありがとうペ。じゃあ次は北茨城の海水浴場にマンタを探しに行くペーン。皆さんこんにちは。水戸市小吹町でスイカ栽培をしている高橋幸雄です。水戸の南、茨城町との境に位置する小吹町は、旧朝日村、現在の鉾田市からの開拓者によってスイカ栽培が始まり、スイカの産地となりました。昔から夏の時期になればスイカの産地として知られています。皆さん、水戸市小吹町の小吹スイカをご存知でしょうか。小吹スイカはハウス栽培と露地栽培がありまして、うちは露地栽培です。2月頃から苗床作りを始め、種をまき追肥をします。4月下旬になって畑に植えて、その後芽かき、交配などの作業を行い、6月になると小さな実がつきます。気温や日照時間にも左右されますが、種をまいて収穫までおよそ 4,5 ヶ月の月日がかかります。手をかけて大切に育てたスイカが今年もやっと収穫できるようになりました。これから夏本番、8月の暑さに負けないように、たくさんの水分と栄養補給に、ぜひ小吹スイカをご賞味ください。水戸市千葉町にあります、三遊ストア千葉店と申します。当店の方ではこの時期、茨城さんと千葉さんの方を中心に取り扱っております。おすすめの方はご近所の高橋さんの方のスイカの方を扱っております。こちらの商品に関しましては、甘みも非常にあり、いつ入ってくるのかとお客様から催促されるぐらいの高人気商品でございます。価格もよく、味もよく、大きさも手頃ということで、大変に人気ですので、ぜひ一度ご召し上がってくださいませ。高橋さんのスイカの方なんですけど、こちらの方はお盆前後までの取り扱いとなりますので、お早めに お求めくださいませ。皆さんこんにちは。当店は開業して32年になります。開業時からのコンセプトは、味のバランスの取れた麺と汁を作り、食べて美味しいと思ってもらえるようなそばうどんを提供することです。当店の特徴ある商品として、当時そば屋ではイカの天ぷらというとかき揚げが普通でしたが、肉厚で柔らかいイカの胴体の部分を柵に取り、天ぷらに揚げて元祖イカ天として売り出しました。さらにソースカツ丼を取り扱い、それぞれ好評を得て現在に至っております。夏場の季節商品としてアジサイサラダそばを提供しています。野菜の天ぷら付き、イカの天ぷら付き、
さらにはエビの天ぷら付きの3種類を発売して、暑い時期にぴったりとお客様から好評でございます。茨城町においでの説はぜひ大八そばにお立ち寄りいただきましてご賞味ください。従業員一同お待ちいたしております。味がちょっと中間だからな、濃い少ないのちょうど中間だから、薄いの嫌いだから、濃いのもあんまり年だから、ちょうど中間でちょうどいいと思うよ。いや、このザルそばが好きなの、うん、茹で具合もいいしね、美味しいね。